皆様、本日はお越しいただき本当にありがとうございます。佐藤です。毎度思うんですけども、こうやって映画が完成して、いち早く見たいと思ってくれて、こうやって実際に、足を運んでくれること本当に、嬉しいです。我々にとって非常に大切な作品です。本日はよろしくお願いします。伊予田春役を演じました森七菜です。今日は映画がもっと楽しく見れるようなお話をさせていただければなと思っております。よろしくお願いします。いや、なんかまだ私22歳なので、22歳の見方かもしれないですけど、なんか今まで私たちが見てきた甘いラブストーリーはいっぱい見てきて、その後にこうまた大人になるためにの一本のような残酷なところもちゃんとあるし、でもそういうものがいろんな登場人物の視点もあるし、だからもし実際にこういうことが起きたとしても、なんかお互い無駄に嫌い合わないでいれそうな気がする、勉強ができたような、だからそういう意味でもありがたかったですし、なんかこんな素晴らしい作品に参加させていただけてありがたいなと思っておりました。今そのご年齢の話出ましたけど、まさにその、ね、春っていうのがその大学生役から始まっていって、で佐藤さん演じる、ね、その役と当初はまあ友人から、まあ、恋人同士になっていくという、演じられたと思いますが、演じる上で今回意識されていたポイントなどはあるんでしょうか。いや、何かこうしようと思ってたわけじゃないんですけど、それこそ本当にアドリブのシーンが最初多くて。あ、そうなんですか。はい、佐藤さんとのシーンでセリフをなかなか最初喋らせてもらえなくて、あ、今日もなんか覚えること特にないやみたいな、そのまま現場に行って、はい、シチュエーションとかその時の前後のシーンとかだけ把握していくみたいなことが多かったので、なんとなく自然と作り上げられていくみたいな、その時間によって成長していくみたいな役が、そういう作り方だったので、まあなんとなく漠然と不安に感じた時もありましたけど、この作品の中で、まあ、恋というパートできらめきが存分に皆さんになんか見せることができたらいいなと思ってやってました。たけるさん、その春とのシーンって結構じゃあ脚本自体にはあんまりそんなにこう細かく書いてないような。そうなんですよ、まあ、過去の回想なんで、本当設定だけ図書館でなんか旅行先決める話しようかみたいなことだけあって、もうそこからはもうアドリブというか、もうの割に長回しするんで。いやするんで、もう雑談。いやいやいや、図書館で雑談してるとこ取られてる。でも大事ですよね、何で喋るか一応考えておかないとね。なんかそれはやっぱ役として喋ってるわけですから。でまたそうですね、そのただ本当にこれは森さんだから成立したなとは本当に思いました。なんかその決められたことじゃない時の方がもうなんなら輝いてらした感じがありますね。はい、もうまさしくその通りかと。あ、決めずだと。はい、あ、そうなんですね。はい、すごいです。すごいです。うせきされちゃった感じがします、はい、今。すごく、だから僕は本当その春を楽しそうにしてる春を見てるだけでよかったんで、 あとはちょっと話を振るだけで成立しました。なんかバラエティ番組で話を振ったらどんどん喋ってくれるからっていう。ちょっとやればちょっと。でも森さんからしてもそのタケルさんが演じるその後ろいたから、なんかこう自分がどんどん引き出されてきたみたいなところあるんでしょ。だって、いや、もちろんです。春もこうなんていうか、そんなにこう活発と言われるとそうでもないので、なんかやっぱり二人ならではの空気感は、ね、佐藤タケルさんのなん、すいません、佐藤さんのそのなんていうか、もうすごい先輩ですけど、今回大学 の、ね、同じ大学の生徒を演じることになって、すごい最初はやっぱり恐縮してたんですが、柔らかい雰囲気を作ってくださったの でも森七菜さんも、はい、実際写真部って設定になったんですけど、はい、お互いだからずっとカメラを下げてやってるんですけど、結構大事な広告に使われた僕の写真はもう森七菜さんが撮っていただいた写真だったりするんですよね。そうなんですか。そうなんです。恋美術っていうポスターがあって、お一人で写られてる。あれとか本当に芝居中に撮ってたのを使ったりもしてるんで。あ、はい、じゃあ森さん自身がもう思
切り取った写真がそのまま使われてるっていう。そうなんですよ、思いっきり撮ったやつが使われてます。結構あの劇中の写真、キーとなる写真もあのほぼ森さん演じる春が撮った写真をあのそのまま使ってます。もともとお好きなんでしたっけ。いや、この作品で勉強し始めて、でもものすごい好きになったんで今も続けてるんですけど。武部さん好きですもんね、写真とか撮る、ね、はい、はい、私もあの気合い入れて撮ってましたよ。ただ何にも使われませんでした。ぼやかないでください。はい、たくさん撮ったんですけど。どうですか。ちなみにじゃあお二人でとあの、ね、ちょっと雑談してとかいうとき、それ以外の撮影現場でお二人でなんか話したりしたことで記憶に残ってることがあったりします。撮影現場でこんなこと話したなとか、こんなことあったなとか。いや、本当に記憶がなくて。記憶ないですか。いや、そうですね。私でも基本忘れがちなので。そうですか。覚えてることありますか。最近話したことだったら覚えてまして。あ、そうですか。撮影中ちょっと本当に覚えてないんですけど、はい、ウユニ塩湖で撮影をされて2回行ったんだよね。はい、2回行きました。でももう行きたくないって言ってました。そうです。もう2回も行って大変だったと言ってました。それは確かに喋ったっていうね。そうですね、最近割とでもこれ誰にでも喋ってることなんですけど。あ、そうですか、はい、特別な会話ではなかった。分かりました、ありがとうございます。すいません、はい、大失礼しました。今回1ヶ月まるまる、先ほどもねちらっとタケルさんから来ましたウユニ塩湖だったりプラハ、はい、あとアイスランド、大型海外ロケを行ったと伺っておりますが、トランジットも含めると10カ国行ったと、はいね、しかももちろんねキャストは森さんお一人ということで、はい、撮影どうだったんでしょう。あとねぜひそのウユニ塩湖での思い出なんかも伺えればと思います。いや、辛かったですね。そうですか。いや、楽しかったですよ。美しかったですし、はいはい、美味しかったし、はい、まあそうですね。でもしかも21日間で10カ国回ってるので、もう2日に1回違う国にいるということになりますかね。なんか単純計算するとですけど。でもなんかもうそれが目まぐるしすぎて、辛いとか言ってる暇もないんですけど、コロンビアでしたっけ。コロンビアで一回泣きました。私も帰りたくて、もうもうね、いや春としてはね、もういろんな、ま、夏に進んでいくっていうなので、そういう風に映画見てほしいんですけど、まあ、かなり壮大な旅すぎて、なんで、まあ、映画でこのような旅させてもらえることはなかなかないので、まあ、大役を任せていただいて本当ありがたいなと思いましたけど、さすがに母に電話してちょっともう正直帰りたいって言ったら、いやいいけど、いいけどどうやってって言われて、まあ確かになと思って、そのままちょっとウユニの方に行かせていただいて、絶景が見れたんで、それがぜひ映画で見れると思うんで、うん、はい、ウユニ塩湖からも誰かに電話かけたって聞きましたけど。あ、かけましたね。誰に。まさみさんかけました。はい、まさみさんにも。そうなんですか。はい、電話もらいました。辛いっていうか、いやいや、もうその絶景を目の前にして、うん、見てってね、見てまさみさんって見せたくて、どうしても、うん、それタケルさんじゃなかったんですか。 それはそうですね、そうですねっていうのもちょっと語弊があるんですけど、はい、ちょっと思い浮かばなかった、そのまさみちゃんに電話してる時に。いやいやいや、見てほしいって思った。いや、思い浮かんだんです、思い浮かんだんです。浮かんだ。でも浮かびました、しっかり浮かんで、あのまさみさんに電話をかけたもう少しごめんなさい、目線いただきます。結構こうムービーの方に目線をお願いいたします。もう少しです。どうでしょう。ありがとうございます。どうですか、まだ目線大丈夫ですか。いいですか。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。